乾杯しようか。はい。ちょっと酔っ払ってきましたね。本当。もうこれだいぶ飲んでるんですよ。そう、大きいから。大きいからね。えれで。旦那さん飲まないもんね。うん。私だけだからね。お姉ちゃんどうなん？私はこの間ある新聞で、結婚30年で主婦は卒業した方がええなんて言って、うん、言わしてもらったんですよ。夕刊に出たんですけど。うち45年なんですよ。昭和52年に結婚しましたから、ね。そうそうそう。私が5月22日で、お姉ちゃんが。6月8日です、ね。ジェームライドですよ、こんな顔して。こんな顔だけよけよ。え、言うた？いや、いや、ほんとしない。心で言うたことがこの子音になってるな。この子、ずっと出てるわ。で、ご夫婦で温泉とか行かへんの？あんまり行かない、行かへん、全然。全然そういうのは行けへんね。私ね、うん。まあ、お姉ちゃんやからだ。行った行ったんか行った行った思い出したわ。すごいね。どこ行った？ 60 の時に。はい、60歳の時に。そう。それのお祝いに行って、箱根へ行った。箱根いいよ。箱根のね、有名な、うん。うん。ホテルで。うわお泊まったわ。一泊やけど。そういえば、そうですね。ちょっと待ったわ。新婚旅行も箱根やなかった？そうよ。そこ行ったんじゃん。そこでまた違う。違うの、ちょっと新鮮でね、いいとこだったけど、名前忘れるの。ほんとね、この頃、物覚え悪いからね。なんだ忘れてるの？出てけへんだけどね。楽しかった。いや、あんまり楽しなかった、ね。ごめんね、いや、見てるからね、うちの。いや。うん、楽しいわけないやん。うん、そうそう。なんで、まあ私も言えんけど。うん、一番旦那が楽しないな。夫って、うん、一番楽しないな。そう。旦那かな、うん、やっぱり男の人って自分は、うちは特にやね、うん、僕のことを惚れて、恵美子が結婚したっていうのをね、ずっと思ってね、どっかで。うん、それが見えるね。ああ。そういうことで言わせてもらうけどね、45年もね、うん、同じ気持ちで俺やから。俺何言ってんの？ほんと。ええとこ2年半やったわ。あそうか。2年半ぐらいまでは、なんか、頭もフェスティバルだったわ。なんか帰ってくると思ったら嬉しいもん ね。それ以降は、子供がおったりとか、うん、まあ、子供がおってくれたら、ちょっと時間ね、費やしてくれるやん。まあまあ、受験があったりとか、いろいろある。三者面談あったりとか、うん、今度は就職やとか、そうなんですよ。気がついたな、何十年になりましたねってなるけど、うん、45年やで。だからこれから結婚式50年でお祝いなんかしなくなると思いますよ。そうね、そんな普通やから。ね、うん、なんか私たちの親の時代って、だいたい結婚30年で、死に別れてるんですよ。あ、そうか。だいたい30年、うちのお母ちゃんも。早かったもんね。シュートさんも、うん。そうよ。お母ちゃんなんか早い。まあまあ、うん、でもだいたい30年までで、死に別れてね。そうやね。だから、45年ってすごいよね。45年はちょっと。だからやっぱり、旦那、長生きだよね。なんちょっとこっち帰ったら両方とも。しつこいんや。こんなこと言うと悪いんやけどね。いや、まあ、悪いのは分かってるんやけども。うん、さあ、ほんで、人生長くなってないから、うん、私はある程度30年で、うん、本当にご飯も作らなくていいし、うんうん、もうでも、洗濯機がするわけやから、うん、そうそう、自分で回したらいいと思うんですよ。うん、思いませんか？思います。ね、うん。それをもうずっと長生きになってるから、そうやね、もう45年、50年っていうのが当たり前の夫婦になってきてる。うん、そうやね。それがもう、でも無理があるわ。もう最近だから私はあんまり作れへんのよ。あ、もうね、冷凍食品ばっかりね、買うてきてね、コンビニとか。で、そうよ。美味しいよ。美味しい。冷凍食品最高らしいね。うん、そうね、うち夫もね、そんなね、嫌がれへんね。いい、それでいいよ。あ、優しいもんな、お兄さん。いやいや、だから、本当にね。それと食品を植えたな。結婚記念日なんか言わへんやろ。もう今更。言わへんよな、うん。よく今覚えてたよね。6月8日って言ったでしょ。あ、6月8日結婚記念日はね。うん、いや、覚えてたよなと思って。私も5月22日。それ覚えてるよ。22日。覚えてるけど何もしない。うん、何もしない。この頃ほんとしなくなったね。しなくなった。うん、あれ、何なことしてたんやろね。ね。外でお食事をとかね。やってた！やってたよ。やってたな。うん、あんなの、まあ、4、5年やろ、やってもね。そうやね。と思いますね。うん、やっぱり、これからの私たちの課題っていうのは長生きになった。うん、はい、そして、夫も長生きになった。そうそうそう。
で、さあ、夫婦はどうやって、その余生をうまく、喧嘩なしで、喧嘩なしでは無理でやろうけども、添い遂げることができるかっていうことが、絶対問題になるわけですよ。そういう取材が多いでしょう。やっぱりね、離れてるのが一番いいね。うちなんか狭いから、狭いから、でもまあ一応部屋はあるからさ。そんな、どのぐらいの部屋なんですか。いや、なんかまあ狭いねんけども、私の部屋はあるから。物置ぐらい。いや、そんなことない。誰の物置。何平米。知らん。もう忘れたわ。え、そう忘れてない。何部屋あるの。だから、2部屋あるんだけど。すごいじゃん。そう。一部屋二畳としても、六畳あるよね。すごいですよね。二畳の部屋なんかあるか。そう。すごいすごいすごい。家賃、こうだ。こうだね。偉い。ほんでね、その、なんか別々に寝てるし、まあだけど、もちろん。なるべくも昼間でも、もう主人なんかも仕事もね、ほとんど行ってないからさ、コロナもあって、ね、変化って、もう78にもなる。78もなるの今年ね。そう。なんかね、若いね。若く見える。若い若い。だからもう絶対ね、離れて昼間なんかも、お互いに違うテレビを。そんな狭い家って、離れようがないじゃないですか。いやもう、どういう屋根に上がるとか。なんで、ちゃうの？どういうことですか？だって、だってもう、ずっと青でしょ？ドア閉めたらね。ドア閉める？あ、はいはい。だからもうシーンとなるって。トイレがドアの向こうにあるんですか？部屋に。トイレはだから私こそっと行くわけ。こそ。前へ通ってね。あ、そう。夫の前へ通ってすんまへん。私ほら、ご存知の通り、勉強してるからいいね。あ、それが一番いいね。だからちょっと聞いてんのよ。どうしてんのかなと思って。みんなでもそう違う？まあそうね。もう私喋れへんのが一番。なんか喋るとやっぱり喧嘩になるからね。なんでやろな。あんな好きで結婚したのに。そう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 。もう、恋愛中なんて、彼のことばっかり24時間寝てる以外、考えてたのね、そうそう、ほんとそうよ。なんでこんなことになるの？すごかったもんね。すごかったよ、私は。もう、強烈に好きだったもん。好きだったもん。だからその反動がすごいね、やっぱり。もうやっぱりそう。お姉ちゃんも好きやって。私も好きだったのよ。お姉ちゃんのプロポーズ、私何回も同じようで喋らせてもらったわ。ロマンチックなのよ。私なんかプロポーズ受けてないもん、主人から。ほんまにちゃんと結婚してくださいも言われてない。何気に結構、なんとなくよ。で、お姉ちゃんの場合は電話で、ねえ、昔は携帯なかったから電話で、今から言う暗号を書いてくれよって言って、ええって私横で聞いてたよ。で、お姉ちゃんが、鉛筆、ボールペン、恵美子って渡したら、なんか書いてんの、何書いてんのよ、と。それで、パッと切られたみたいで、切って、何やのんって言って、それでその紙を見て、パッ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 となんかしてるわけ。それでその後、号泣や。私ね、新大阪のマンションに二人住んでて、あーって泣いて、どないしたんやろと思った、あの時。何が起こったんやろって。ねえそれどうしたって言ったら、今この文字を書け言われて何書いて、そこから、あいうえを。あいうえをか。書きくけことかね。そう、あいうえを書きくけこう抜け。って言われて、抜いたら、俺決めた、嫁さんは、桃子ってなって。覚えてるでしょ？そうそうそう。それで、うわーって、ね！あの時、本当に汚い顔やったわ。そんなプロポーズ、私も欲しかったわ。なあ、お姉ちゃんの話、プロポーズ話ばっかり、よそでさせてもらってんね。お姉ちゃんとこ、ほんとに、良いな。ロマンチックだね。旦那さんやわ。まあ、それでも45年になったら、もう嫌になるよ。嫌になるのだよ。まあ、ここまで来たら、そういうとけましょうか。そうなのよね。そうやね。いや、ビールに苦なってきたわ。ほんまやわ。